チャージでいいんじゃないかっていう話で、だから英語と日本語はちょっと違うんだけど、ポイントが当てるんですね。連れてなきゃいいと。なるほどね、はい。日本語はまだ便利だよね。最悪かっこいいな響きって思ったら、カタカナそんなにずるいんだよね、そのね、技名ね。だそのカタカナがずるいんですよ。ずるいよね。これは思ったわ。だってもうこれでよく出てくるのが、例えばあるパッチで、じゃあ雷の拳っていうのをやりたい。うん、じゃあ英語でライトニングフィストで翻訳します。2パッチ後に、小田さんからカタカナでライトニングフィスト出したいんですけど、いやちょっと待って、もう雷の拳とライトニングフィストって違うじゃないですか、うん、一緒ですけどずるいな。なるほどね、カタカナね、確かに困ったらカタカナあるからね、じゃあ次いきますね、はい、まあ、だからさっき言ってたんですけど、ポイントなんですよね、うん、ポイントが大事なんですよね。で、例えばその、もう一つ、これも多分なんか質問で今回は多分こう入ってないんですけど、はいはいはい、フォーラムに上がってたのが、あのアイメリックの話で、そのアイメリックの称号が創建青い、うん、次の創建のアイメリックなんですけど、英語版だとアイメリックザブルーで、そこでいやソードどうなってんのよ、あどこ行ったんだよ、どこに行ったのかってこれも同じような感じで、アイメリックザブルーにやりにしたくて、うん、でもそれを日本語にした時に青のアイメリックになると、うん、やっぱ漢字一文字じゃ物足りないから、小田さんはやっぱ二文字の方が二文字のなんとかの方がいいっていうことだったので、ね、今日本語独特な二つの漢字の方が呼び名って、ね、割とね、うん、漢字二文字だよ、まあ、なのでポイントがやっぱその剣っていうところよりは青のところなので、そこを両言語で使うようにことだったんですよ。でじゃあカタカナの場合はどうするのかって、あのハオケタ御用邸ってあるじゃないですか、うん、英語で言うと、うん、ハオクマナーになってる。あそうだね、ハオケだよね。タはどうしたのって確かに確かに。じゃあこれは完全にあのこちらのミスですマジかよでも私のミスじゃないですこのパターン、マジで俺今日それ初めて知ったんだけど、 2.0 のこれを担当してた、まあ、今は会社を辞めてバンジーで、うん、あのあーウェブ言わしてる S 君が、うん、ハオッケにしやがった。そう、多分ハオッケたのを手は見えなくてハオケで、あ、じゃあハオケってで出して、誰もあの 2.0 の時はまた忙しかったので、うん、誰も気づかないで、気づいたのはもう出てるから遅い。なるほどね。じゃあ、そう、じゃあ吉田さんに内緒でそのまま俺さ、今すっごいねカタカナと英語のことについてすっごい熱く語ったじゃないですか。ああいう理由があってハウケになってるんだと思ってたんですよ。ミスじゃん。ミスでした。ミスでした。まあなんだけどご安心ください。これ言うのはあんまりないんですよ。あんまりない。あんまりない。他にもあるんだじゃあ。他にもない。他にもないと思います。見つけるまでは。なるほど。なるほど。